皆さんこんにちは。僕の名前は青鬼です。実は僕プリキュアに憧れていて、プリキュアになりたくてなりたくてなりたすぎたので、プリキュアたちに髪の毛とお洋服を借りてきました。これで僕もプリキュアになれるかな。まず最初はキュアグレースになってみたいと思います。キュアグレースになれる日が来るなんて。よーし。あれ、あれれ、あ、頭に入らない。しょうがない。頑張って乗せて、そしてお洋服を着て、キュアグレースになれたよ。やったー。どうかな、似合ってるかな。え、髪が外れてるって。細かいことは気にしない。やったー。これでプリキュアに一歩近づけたぞ。次はキュアフォンテーヌになっちゃいまーす。キュアグレースの服が何に似合ったから、キュアフォンテーヌもすごく似合うだろうな。よいしょ。よいしょ。あ、あれ？しょうがない。こんな感じで乗せておいて、次はお洋服だ。お洋服もこんな感じでお着替えして、じゃじゃーん、キュアフォンテーヌに大変身だよ。どうかな、似合ってるかな。え、なになに、頭も外れてるし、でも切れてないだって。いいのいいの、気持ちはキュアフォンテーヌになれたんだから。最後はキュアスパークルになっちゃうよ。まずは髪の毛折って、あれこれはやっぱり入らないね。よいしょ。とりあえず乗せておいて、そしてお洋服にお着替え。それどうかな、キュアスパークルになっちゃった。おしゃれな髪型と可愛いお洋服が僕にぴったりだね。あれれ、またまた髪の毛も取れてるし、お洋服も外れてるって。ふふふ、細かいことは気にしない、気分はプリキュア。みんなもプリキュアの髪型と、それから可愛いお洋服で僕みたいに素敵なプリキュアになってみてね。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。この8つの卵のどれか1つだけにおごたまが隠れているよ。どの卵に隠れているか、みんなわかるかな？正解は紫の隠れ玉にキラリスが隠れていたよ。紫の隠れ玉を選んだ人は大当たり。おめでとう。メルちゃんじゃんけん始まるよ。メルちゃんじゃんけん、じゃんけんパー。メルちゃんが出したのはパー。チョキを出した人が勝ちだよ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。